この動画では、口頭発表の発表形態について、発表者と参加者向けに Zoom ミーティングで参加する方法を説明します。発表方法については、日本語学会ウェブページに掲載されているオンライン大会参加マニュアルに詳細がありますので、詳しくはそちらを参照してください。こちらでは画像を多く使って視覚的に説明します。 口頭発表は、発表者が一つの研究成果について口頭でのプレゼンテーションを行った後、聴衆との質疑応答を行う発表形態です。この会場の参加者には発表者、聴衆である一般参加者、司会の三種類がいて、質疑応答では質問者が名乗り出ることになります。口頭発表は、同時並行の会場で複数が実施されます。 これまでのプログラムを例に、最初に実施するセッション一を切り取ってみると、このような配置になります。現地開催では発表会場となる教室を A 会場、B 会場、C 会場に分けますが、オンラインで実施する場合、A、B、C の会場を Zoom1、Zoom2、Zoom3 に対応させています。 この場合、例えば A 会場の A の1に参加するためには Zoom のアプリを立ち上げて Zoom1 の ID とパスコードを使って入出することになります。A 会場では最初に A 1の口頭発表次に休憩そして A の2の発表休憩 A の3の発表というように同じ会場で続けて実施されます。 したがって A, 1 A, 2 A 3の発表に参加する場合一度 A 会場の Zoom1 に入ったら出入りする必要はありません。もし会場を移動したい場合例えば A の1に参加した後 B 会場の B の2に参加したい場合は一旦 A 会場の Zoom1 から退出してから改めて Zoom2 の ID とパスコードを使って で B 会場に参加することになります次にプレゼンテーションの流れについて説明します例として A-1 の1、B-1 の1、C-1 の1を取り上げます並行する発表会場は同じ時間割で実施されます最初にプレゼンテーションを25分次に質疑応答を15分実施して合計で40分これが何度か繰り返されることになります 会場によって多少のズレが生じるとは思いますが、同じ数字がついている口頭発表は、プレゼンテーションと質疑応答の開始時間がだいたい同じということになります。英会場を例に、もう少し詳しく説明します。開始直前の休憩時間中に、司会によるアナウンスがあります。進行の説明や題名と発表者の紹介などです。 次に、司会が指示を出すタイミングで、発表者は画面共有を開始してください。画面共有には、パワーポイントなどのスライド、もしくは予行集の PDF を利用してください。また、質疑応答が終わるまで、画面共有を続けてください。開始時刻になったら、また司会から指示がありますので、発表者はマイクのミュートを解除して、プレゼンテーション、つまり発表を開始してください。 開始から20分が経つと視界から合図があります開始から25分で視界から2度目の合図がありますここまでがプレゼンテーションの25分間ですプレゼンテーションが終わると質疑応答に移ります質疑応答では最初に視界から一般参加者に質問を促します質問がある方には手を挙げてもらいます具体的には 画面右下のリアクションをクリックして、手を挙げるをクリックしてください。これで手を挙げた状態になります。手を挙げている人の中から視界が指名すると、指名された人の画面にミュートを解除というボタンが表示されますので、これをクリックします。このボタンが表示されるまで、参加者はマイクのミュート解除ができません。 すると、そのまま画面右下のミュートが自動的に解除されて発言できるようになりますので、音声で質問をしてもらいます。そして発表者が回答して、発言が終わったら質問者はミュートをクリックして音声をオフにしてもらいます。これで質疑応答一件目が終わったことになります。司会は次の質問を促すか、手を挙げ続けている人を指名します。 同じように2件目の質疑応答が始まってこれらが繰り返されていきます。開始から40分つまり質疑応答の終了時間になると3度目の合図がありますのでそこで口頭発表1件の終了時間とということになります。最後に会場を退出する方法2種類について説明します。1つは、 まず画面右下の退出、次にミーティングを退出の順でクリックしてください。もう一つは右上のバツマーク、次にミーティングを退出の順でクリックしてください。退出後も再参加ができます。以上で口頭発表の説明を終わります。他に運営方法とポスター発表、ワークショップとシンポジウムについて別の動画があります。 ウェブ上で公開している文書には、スライド右側のようなものがあります。以上です。